サムさん、北海道大学へ行ってみたいと思います。今日扱う長文の全体像なんですが、問いがですね、1,2,3,4,5,6 ありましてですね、この黒で書いたところはですね、私立とほぼ同じっていうふうに考えていただけるとよろしいかと思います。ですから、せっかく皆さん北海道大学で扱うわけですから、やはり国立ならではというところで、皆さんこのオレンジで書いた和訳ですよね。これ皆さん扱っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。サミさん、第一段落全体像でございます。皆さん、一読をしていただいたらですね、問いの一番でございます。これの具体的な内容を考えるという問題でございます。ちょっと皆さん、説明の指示もですね、お読みいただいて考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、正解の場所はですね、まあ、そうという表現もございますので、これは皆さん、直前の文章ですかね、を和訳ができるとよろしいかと思います。サムさん、該当箇所はもう明確でございますので、あとは皆さん、それをしっかり和訳ができれば、得点につながってくるかと思いますので、まあ、ちょっと皆さん、ご覧になっていただけるとよろしいかと思います。構造をちょっと皆さん明確にするためにですね、多少いろんなところで改行しておりますが、まあ、正解はこれでございますので、皆さんこれをちょっと参考にしながらですね、聞いていただけるとよろしいかと思います。では、まず出だしでございますが、if it would be possible ということで、皆さん主語はもちろん it でよろしいかと思いますし、would be possible ということで、皆さん be 動詞の後は、svc 保護ということでよろしいかと思います。でもちろん可能だろうということでいいかと思うんですが、じゃあそれは何がと言われたら、皆さん、it がくっついていますよね。で、皆さん、後ろをご覧になっていただけますと、皆さん、to 不定詞がございますので、皆さん、こういうものをですね、皆さん、多分こういう風に呼んでるかと思います。仮主語の it ですね。もしくは形式主語の it ということでよろしいかと思います。でもちろんそれは後ろに to 不定詞があればそこを指すんですよということでよろしかったかと思いますが、それの動画をですね、まだご覧になってないという方も実際いらっしゃるかと思いますので、皆さんスマホでご覧になっていただいているかと思いますが、皆さん画面の右下にですね、このボタンがあるかと思いますので、皆さん後でリンク先貼っておりますので、この後ご時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。で、そこで皆さん、形式主語の it、仮主語の it の説明はさせていただいております。で、じゃあ皆さん具体的には何なんですかっていうと、to write a computer program ということです。で、ちょっと皆さん、別の SV 出てきますので、皆さん色分けさせていただきますが、皆さん、まず write は、書いたよー。何よー。ってことですので、皆さん、他動詞。で、皆さん、コンピュータープログラムは目的語ということでよろしいかと思います。じゃあ、皆さん、何を使ってコンピュータープログラムを書いてるんですかっていうことですが、皆さん、using ですね。ちょっと皆さん、また別の動詞が出てきましたので、色分けさせていただきますが、皆さん、use もですね、使ったよーということなので、何をー、他動詞。で、後ろに English words ですね、英単語という目的語がしっかり書かれているんですが、まずは、instead of ですよね。これも動画で以前撮影はさせていただいておりますので、やはりこれでございます。リンク先貼っておりますが、皆さん、instead of の左側を A、そして皆さん、右側を B と仮定すると、まあ、本来は皆さん、B の代わりに A というふうに思わず訳してしまうところではありますが、とはですね、これですよね、ではなくっていうふうに訳しておいた方が何かと便利で安全でございますので、できればそっちをおすすめしておきますね。ですから、コンプレックスシンボルですね、複雑な記号ではなく英単語を使ってということでよろしいかと思います。ですから、もちろんこれもですね、精読の動画でお話はさせていただいてるんですが、まずは訳す順番は基本的にもう右側から左側、後ろから前という感じでよろしいかと思います。ですから、どこを一番最初に和訳しますかと言われたら、このあたりが多分、一つ目かなという感じがいたします。
ですから複雑な記号ではなく、イングリッシュワーズ、英単語ですよね。それを使ってという感じでよろしいかと思います。ですから皆さん、この日本語をご覧になっていただけるとよくわかるかと思います。で、使って、で、あとは皆さん、目的語他動詞の順番でよろしいかと思いますので、コンピュータープログラムを書くことですよね。英語でございます。コンピュータープログラムを書くことが、で、あとは皆さん、最後は、ウッドビーパッシブルということですので、可能であれば、できるのであればということでよろしいかと思います。いきますかね。ですから、複雑な記号ではなく、英単語を使って、コンピュータープログラムを書くことができるのであればということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて第2段落なんですが、ちょっと皆さん、全体像を把握していただくためにご覧いただいているだけです。で、皆さん、続いて第3段落でございます。さあ、皆さん、続いての段落でございますが、皆さん、いよいよ設問でございます。下線部4番ですね。皆さん、和訳をしなさいということでございますので、ちょっと皆さん、考えていただけるとよろしいかと思います。それでは行ってみたいと思います。では構造がですね、わかりやすくするために適切なところで開業しておりますからね。あとは、皆さん下に模範解答を書いてみましたので、皆さんこれを参考になさりながらですね、ご覧いただけるとよろしいかと思います。で、皆さん一番先頭、disability ですね、この能力ということでよろしいかと思いますが、皆さんこれですよね。皆さん文頭に出てくる名詞と言われたら、まあ、おおむね、これでよろしいかと思います。主語だろうということです。で、皆さん、能力。じゃあ、どんな能力ですかと言われたら、to explain things ということで、皆さん、explain、説明したよ何をってことですから、皆さん、他動詞。で、things、目的語ということで、よろしいかと思います。で、おそらく皆さんはこういう感じでですね、どんな能力ですかという感じでつなげているはずです。ですから物事を説明する能力。で、その後どうなってますかっていうと、皆さんコンバインですよね。もちろん、組み合わせたよ何をってことですから、他動詞。で、後ろに目的語があるのかなと思って見てみると、前置詞プラス名詞で全体で M になってますよね。ですから、他動詞の後ろに皆さん目的語がないので、そういう場合皆さんこういう風に判断しましたよね。他動詞の後ろに目的語がない場合は過去分詞ということでよろしかったかと思います。もちろん、そのお話を知りませんという方いらっしゃるかと思いますので、スマホでご覧になっている方はこれですよね。画面の右下にこのボタンあるかと思いますので、リンク先貼っておりますので、この後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。で、皆さん、コンバインド過去分詞ということでございますので、おそらく皆さんこれはこれで、一区切り。で、左側の表現におそらく欠けていってると思います。で、あと皆さん最後、メイドハー、ポピュラーレクチャーということです。で、もちろんこの文頭の名詞、主語に対する動詞が皆さんパッと見なさそうなので、ということは皆さんこのメイドがオレンジの主語に対する動詞ではなかろうかということですよね。ですからこういう感じになっているかと思います。そして皆さん、メイクを見たら、やはり第五文型ですよね。まずは SVOC を想定しましょうということでございました。で、デビさん、皆さん見ていただけると、はぁ、彼女とポピュラーレクチャラーということで、どちらも人間ですよね。ですから、イコール関係が成立しそうですので、あ、じゃあ、だったらやっぱり SVOC だねということでよろしいかと思います。こんな感じですよね。ですから、構文はこんな感じ。じゃあ、トミさん、これをどういう感じで訳していきますかと言われたら、やっぱり皆さん、前置詞プラス名詞を見たら、イメージは皆さん、こういう感じでよろしかったかと思います。
ですから、ヒューモラスパーソナリティですね。ユーモアのある、性格ですよね。それとコンバイン相まって組み合わさってですね。おそらくこのあたりでいいかと思います。ユーモアのある性格と相まって組み合わさり、で、その後、to explain things。このあたりですかね。物事を説明する。で、皆さん、それを主語にかけていただくと、能力ですね。で、能力がーっと訳していただいてもいいでしょうし、能力のおかげで、能力によって、というふうに言っていただいてもよろしいかと思います。で、あとは、SVOC イコール関係でございますので、彼女は人気の講演家ですよね。もしくは講演者になりましたよということでよろしいかと思います。ですから、ユーモアのある性格と相まって、組み合わさって物事を説明する能力ですね。それのおかげで、彼女は人気のある講演者、もしくは講演家になりましたということでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。さあ他の和訳ちょっとまとめていきたいと思いますが、皆さんご覧になっていただいた和訳の問題ですよね。これはもう皆さん多分普段からですね、頑張っていただいてるかなという感じはするんですが、やはり、右側から、つまり後ろから、前ですよね。皆さん右側から左側へ訳し、上げる練習。これが皆さん、和訳満点というところに多分繋がっていくかと思いますので、これ皆さん普段頑張っているかと思いますが、もう一度再確認よろしくお願いいたします。そして、和訳以外の問題ですよね。記述以外の問題は、やはり、北海道大学とはいえ、私立型の問題形式かと思います。ですから、私立の対策、まあ、私立の問題で練習をしておくとですね、これは特に問題はないんじゃないかなという感じがいたします。ただ、やはりですね、北大入試当日は、その北大の問題をですね、やっぱり、こういう風に感じながら解かないとですね、なかなか多分点数は取れないでしょうし、合格にもつながらないかと思いますので、かなり余裕を持つためには、やはり、これですよね。この矢立ちとスタディの動画でも扱っておりますが、やっぱり早計レベルの練習が必要かなという感じがいたします。で、もちろん早計レベルは、ちょっとそれは無理ですよという方であったとしても、やっぱり G マーチレベルですよね。明治大学とか立教とか、そのあたりの私立の問題で練習しておけば、北大入試当日は比較的やりやすくなるんじゃないかなという感じがいたしますので、ですから、どうしても国公立の方ですから、この辺が中心になるかと思いますけども、ここも忘れずにですね、頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。